はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は太平楽高校でやっていきたいと思います。超久々の太平楽高校ですけれども、まあ、毎回ね暁大付属だったんで、今回はしぐれちゃんをまあ使っていこうということで太平楽高校にしました。で、ちょっとねしぐれちゃんについて、お話をさせていただくと、もともとねこのキャラ、1回イベントキャラの強化が入った形になります。で、一番最初出た時は、告白イベントがねあの福イベになってるじゃないですか。で、1回目で一応一番上の選択肢を選ぶと彼女になるかもしれないっていう感じで、確定で彼女にならなかったんですね。で、もし確定で彼女にしたい場合は、最初で2番目の選択肢を選んで、2回目の告白イベントを起こすというような形になってたので、まあ、ちょっとね使いづらい感があったんですけれども、それが最初の、告白イベントで彼女になる、選択肢ができましたと。で、ただ、続けることもできます。で、続けると、経験点がね結構手に入るので、まあ、早めに告白イベントが来たら、まあ、2回目で告白をするっていうのもありかと思います。とあとデートのね経験点も、増えたみたいで、特にね当主の時は、敏捷ポイントが手に入るようになっているので、まあ、かなり使いやすいキャラになっていると思います、しぐれちゃんは。で、イベントデッキ自体はこんな感じになってます。で、神鷹をね入れてます。で、神鷹はやっぱりね体力をねちょっと削ってくるっていうのが痛いですね。まあ、変化球ポイントとかはねかなりもらえるんですけど、で確定ではないんですけれどもドクター系をもらいましょうと。で、暗黒スバルですね。まあ、暗黒スバルからは、ガラスのハートをもらいましょうということで、で牙は爆速をどうするかっていうところですね。結局暗黒スバルがダークネビュラか内無双まあガラスのハートですけど、まあ、内無双を取って爆速を取りに行くか、ダークネビュラを取りに行って爆速を切るかっていうところですけれども、ちょっとまあ状況を見て考えますか。じゃあやっていきましょう。練習コツがありますね。変化球スバルか、いいね。暗黒の力コントロール、やったぜ、いきなり来た。太平楽はでもただすっげえ久々だな。まず太平楽は監督の評価をね最初の方に上げておきたいっていうのもあるんですよね。まあ、基本的に彼女を作るんで反監督派に行きます。で、監督派にいるとデートした時にね監督の評価とか下がる時があるんですよね。まあ、なので安定して反監督派で行きましょう。コツがあるけどこれはおおやりたいけど無理だね。寝ますか。しぐれちゃんの評価をね早急に上げていきたいんですよね。まあ、今回はねしぐれちゃんを使っていこうということなので、まあ、クリスマス間に合わなそうでも2回目の告白イベントで彼女にしますか。まあ、経験点がたくさんもらえるよっていう感じで、いるね、しぐれちゃんでいこう。まずはしぐれちゃんの評価を告白イベントが起こるところまで持っていきましょう、最優先で。コツがある、コツがあるけど、コツがあるけどしぐれちゃんがいない。どうしようかな、スバルでいこうかな。そうだね、スバルはちょっといろいろと抑えておきたいのがあるんで。逃げ玉、逃げ玉か。立川はね逃げ玉をねよこす可能性が大いにあるんで逃げ玉は置いておきたいっていうのもあるけど、どうしようかな。まあいいや、練習しよう。てかしぐれちゃんがいないんですけど。とりあえずブブ付けが出たんで、でブブ付けも緑解くのがね手に入るんで、で、ストレートに言うなっていう感じだと、まあ、その名の通り速球中心になるんで、まあ、俺は割とこのお茶漬けって美味しいよねにしてますね。で、そうするとテンポ丸が手に入るんですよ。
変化球ポイントも入るので、まあ、真ん中がいいんじゃないかなっていうところですね。これは体力を回復させましょう。よし、これでまた練習ができるぞ。しぐれちゃんがいるけどな、ここもやりてえな、監督もいるしな、最優先であげようとか言っときながらさ、こういうのが出たらこっちにね傾くからね。いやだってタックとさ、やっぱりコツはね、美味しいよ。キレコツも来たね。そうか、キレも取るから、やっぱり敏捷ポイントは必要になるね。敏捷ポイントはね、本当に意識しないとたまらないんで。ここでもしぐれちゃんがいつつ神高もいるんで、スライダーのコツをね、ちょっと早めにもらっときたいんですよね。練習か。くまなく観察して、進みが早いね。でタコを偵察、まあこれも基本的には一番上でいいと思うんですけどね。打たれ強さのコツも手に入るんで。さてさてさて、で変化、しぐれちゃんがいる、これはしぐれちゃんでいこう。間に合わなくてもいいと言いつつも、やっぱり間に合わせたいですからね。10月あたりでね、1回目が起こってくれるとだいぶなんか安心感があるんですけどね。どうしようかな。立川、打たれ強さのコツを掴んでおくか。いくつだっけ、37の50か、結構重いな。これはこのまま練習しよう。対強打者、いいね。で眉村の野球館もバント封じをもらえるので、やっぱりなんだかんだでね、敏捷ポイントっていうのが必要になってきますね。でしぐれちゃんが今どうなってるんだ。一応告白に届く感じにはなってるか。誰あげてこうかな。神高か木場か。神高をちょっと上げていこう。ダブルタックとかね、トリプルタックが可能なんで、早めに変化球キャラの強化も上げていきたいですね。あのボール投げたいと。さてさてさて、金徳とかをどうしようかね。まあ、眉村は普通にハイスピンジャイロでいいと思うんだけど、しぐれちゃんが来ないな。寝れぬ。これは聞かない。で、反監督派。みんな監督派か。革命を起こさなくてはな、やはり。コツがありつつ、神高。どうしよう。コツをもらっておくか。監督の評価も上げておきますか。太平楽はね、練習試合もね、わりかし早いんですよね。打たれ強さ、おお、これはセンス丸がもらえるという噂のイベントじゃないか。やろっか。天城を参考にする。いやマジで気持ち悪いよね。そんなこと言われたら。あ、好みね、好み。もうね、やっぱりね、この年になるとね、鴨川さんだね。やっぱりね、しぐれちゃんはいいよ。大和なでしこっていうところがすごいいいよ。もう逃げ球とかもな、掴んじゃおっか。打たれ強さは取っておいて、キレも3でいいでしょう。で、逃げ球も取っちゃおう。強打者も取るでしょ。でバント封じはもうこれしかないから、でスバルからコツをもらいつつ、監督強化80か。
でもう11月に入ってるんで、まあ普通にねやってる時にはしぐれちゃんの告白イベントが来たら1回目で彼女にするのがまあ安心かなとは思います。ここでね監督評価が上がらないっていうのもまたちょっと辛いんですよね。で神高のイベントですね、これがね体力を削られるんすよ。しぐれちゃんがいると言えばいるけどもう別にいいや、休もう。なんだこいつはマジでどんだけ不眠症なんだ、不眠症のついてない不眠症。19%ダブルタックだね、コツがあるけどこれはやろう、よしやる気がないのが気になる。ありがとうコントロール、変化球をどんどん上げていこう。なのでね、まあ、中継ぎを作れればいいかなと思ってます。おお成功した、ありがとうございます。体力がなくなったなそしてこれで完全に体力がなくなったな、本当に 99%、 いやすげえな、寝よう、マジでマジで不眠症だな。まあこれはハイスピンジャイロを取りに行きますか、一般的なジャイロ。これもう一回寝ないと無理でしょう。しぐれちゃん来ないね、一回目の告白すら来ないね、寝よう。でこれもね買い食いをすると監督に見つかって監督の評価がね下がる時があるんですよね。これは監督の評価を上げていこう。キバのコツか、キバのコツはちょっと欲しいな、取ろう。やる気がマジでない。クロスファイヤー、あーこれか、そうかそうかそうか、タイピンを取りに行くっていうのもあれだけど、結局敏捷ポイント稼げるんでもう少し練習しようにしてクイックを取りに行こう。でそうすると牙の爆速は切ってスバルはダークネビュラを取りに行こう。まあダークネビュラっていうかガラスのハートなんだけど、しぐれちゃんちょっとマジかこれスバルコツ、伸び、あれこれどうすんだっけこの検査はよかったってやるとどうすんだ、牽制か、牽制も敏捷ポイントが必要だよね。まあ初詣には行って、で矢部くんとのね初詣なんでこれは体力回復でいいでしょう。小吉マジでやる気がなさすぎる。眉村を引き入れるか、そしてダブルタックだけどやる気がない、やる気がもう、あポーカーフェイスがあったね、そういえば眉村くんは緊急登板、告白の1回目ですね。まあもうクリスマスとかね過ぎちゃってるんで別に急いで彼女にする必要もないので、まあ引き受けるにして、で次の選択肢ですね、仲のいいところを見せよう、これが今まで彼女になったりならなかったりっていう感じだったんですけれども、これが確定で彼女になるようになりました。でこれが2回目に続くやつで、代わりの子を紹介しようってなんだっけ、なんか選んだことないからよくわかんないけど、これもなんか失敗成功があるみたいですよね。まあ、とりあえず根気よく説得だにして、でそうすると経験点がまずもらえますと、まあわりかしでかいですよね。でコツが来てるね、立川スタミナいいくらいにはしておく、
てコントロールは D にしとくか。スタミナ1か。お2回目は早いね。まあこれで告白をしてしぐれちゃんが彼女になりますと。でそうするとちょっと全部出てかんでしょうか。筋力42の精神42でタイピンがもらえると。でしかもかなりもらえるということで、まあ、かなり美味しいですよね。俺が考えた練習しよう。やる気が上がった。よしよしよし。でメンタル牙監督もいるね。クロファイを掴んでおこう。緊急登板ももういいでしょう。クロスファイヤー掴んで、そう変化球ね全然上げてないけどシンカー持ってるんですよね初めから。でこれさ、初めから変化球持ってるのはいいんだけど、今回葵ちゃんをね入れてないから別にいいんですけど、葵ちゃん入れてきてシンカーとかすげえショックですよねとあとダークネビュラを取りに行くときにフォーク覚えてるみたいないらねえよっていう感じになるんですけど、まあ、今回はこれはプラスに働いてますね。でメンタルをやって回復させつつコツをもらいましょう。ジャイロ OK で1月の4週あれが近いんでね、バレンタインが。でまあしぐれちゃんはねちょっとバレンタインがネックなんですよね。虫歯をねよこす可能性があるんで。今どうなってんだ。優勢か、若干優勢って感じかな。神高がまだ監督ファンにいるのか。我がライバル神高よ、お前を引き入れる17% か結構危険だな毎回毎回。そして前村はまだ評価足りてないのか。これはやるでしょう。よーし。でうまくバレンタインイベントが重なってくれてるんで体力も OK ですね。よし低めをもらった。ほらどうだ俺のハイスピンジャイロ。こいつはなんでさ屋上にいたの。あそっか恥ずかしいからか。おお回復量いいね。そして虫歯にはならなかった。まあそんなね頻繁にはならないっちゃならないですけど、当たり前だけど頻繁に虫歯になられたら困るんだけど、これはどうしようかな。コントロール技術絶対足らなくなる。これ技術不足になるわ。ちょっとでも技術を稼いでいこう。そしてラブパワーも発動。やっぱり変化球練習すごいね。3人いるとすごいよね。でどん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 変化球練習を上げていこう。毎回毎回体力を削ってくる神高くん。 12% になっちゃったよ君のせいで。どうする。お出かけしてデートしよっか。しぐれちゃんはね最初が多めに体力回復して、それ以降はだいたい30くらいですかね回復量的には。で爆速ストレートは切りましょう。あそうか、これでキレも手に入ったけど、まあ待っててもっていうのもありましたからね。誰もいない、誰もいない。監督の評価は116。まあ大丈夫か。しぐれちゃんがいるのでとりあえずここに練習して。おお、ラブパワーの発動率もすごいね。3月の1週だからね、それはリリーフになるよ。SG とかもね全然やってないな最近。もうずっと暁でしたからね。まあ一応プレイしていきますか。
まあ、新しい高校とかがね出るのはいいんですけど、古い高校がね完全にやらなくなるっていうのがねちょっと微妙なところはありますよね。神高スライダーのコツよこさないかな。どうしようかな。進化とりあえず6にしておこう。進化1本で食ってく今のとこは。まあアプリの方だとね、なんかたまに高校強化みたいなのがあったりするみたいですけど。さあノーアウト1・3塁。これは俺が出したランナーかな、それともここで登板かな、わからんが抑える。さてさていいね、桜の宮か。まあ、こいつもそれなりにねミートとパワーがあるっちゃあるけど、振らないか。これはいいね。ツーアウト二塁。振れ、振らない。これは際どいとこに投げよう。まあね、ボール球を投げたつもりだったけど入ってくれたっていうのはわりかし嬉しいっすよね。お、やったーみたいな。そして最後前村が投げてたな。先発誰だった、見てなかったけどさ、このスバルの長い長いイベント。これ微妙だよな。前村くんポーカーフェイスをちょっと怖いから取っておくか。いくつか6か。ここでね敏将を使うっていうのもちょっとネックなんですよね前村くんは。よし、ただ奪三振をゲットした。これはやる気コンボだ、やる気コンボ、やる気が減っていく。神高くん、また来てるね、さすがだね。次はもうさすがに無理だぞ。伸び、これで伸びは5になりましたね。押田くんを引き入れられるけど、まあ、それはちょっと無理だな、さすがに。だからスバルと神高がいるんでだいぶ前辺が重いっすね。そうか、だから牙は切った方が良かったのか。まあ切って正解でしたね。やっぱね金徳がね4回ある人っていうのはねどうしても重くなっちゃいますよね。誰か引き入れられんね。守備奥田くん。どうする奥田くん。引き入れとくか一応。もう一回デートしてもよかったね。敏将3入るんだ、敏将10入るんだ。めちゃくちゃ敏将あるぞ多分これ。であと問題は技術なんだよね。だからさ、やっぱりデートしておいた方が良かったんだよ。奥田くんなんてよくわかんないやつ引き入れないでさ。いやほんとしぐれちゃんいいよね、かわゆすですよかわゆす。俺やっぱこういうね大和なでしこの子が好きですね。でそう、ここで敏将ポイントが21。いやー素晴らしい本当に。ほらいけ、よっしゃー40も削られたぜ。その代わりドクター K を手に入れた。これはまた無理だ。確か神高って失敗しても40削られるよね。
まあそこがねやっぱりネックですよね。まあただ変化球キャラとしては全然優秀なんで、まあいいんですけど。一応優勢を保ってるね。ああ、真由村くんが裏切ってる、いつの間にか。あんまりさ、読んでないからさ、いつ裏切ったのかとか分かんないんだよね。神高、いいね。さすがだよ。61もくれるんだ。で、奪三振はね、俺はね、できれば5とかで取りたい派なんすよね。変化球にしよう。でこれはね何かと微妙なイベントではあるんですよね。これか。で特に練習がないのでここはデートをする予定だけれども、タイピンは100くらい使うのか。3でも伸びは取るでしょ。クイックってもう取る機会ないからね。うわ、クイック1でもこんだけ使うんだ。これあれだな、クイックとかコツなしとかマジ無理だな。牽制取れないし、そうすると低めは抑えていいでしょ。そうドクター K がねやっぱり重いんで、奪三振できれば5で取りたいですね。置いときましょう。であとは変化球どうすっかな。421あるからな。他の球種もいけるっちゃいけるけど、ダークネビラ用にな上げておきたいっていうのもあるんだけどな、悩むな。まあまだ2回目のイベントが来てないんでちょっとだけ置いときますか。とかやってると上げ忘れるんだよね。そうで投手の時はね、金徳も勝利の星なんでかなりいいですね。もうしぐれちゃんは本当推しの一人ですよ。俺持ってないけど。で勝利の星もそんなにはね、まあ、今回3でつかめましたけど、あの直取り全然 OK ですね。変化球いいね。いや素晴らしいわ。もう一人でこれだけの経験値を稼ぎ出せるっていう。でコツ技術だね。技術が全然足りなさそうだな。てかスバルのイベントとか全然進んでなくない。あのもう一個の福井部の層もそうだけどさ、ぶっ飛ばしてるこの野郎。なんかスバルと神高ってでも合いそうな気がするんだけど。重い球欲しいんだよねやっぱり。重い球をください。ありがとうございます。でコントロールだな。まあ、今回はね球速はあんまり上げずに、南東派投手っていうのかな、そういうの。スバルに行かせよう。で結局さ、スバルって持ててんの持ててないのどっちなのこれ。暗黒スバル、諸星くんを引き入れられるね。さてさてさて、ちょっと悩みどころだな。普通のイベントが来てよかったな。やっぱり上げ忘れてたわ。スライダー骨とかいいや。でダークネビラが真下に落ちる変化球じゃないんで、カーブっていうよりはスライダーを覚えとくか。もったいないけど、神田中がスライダーよこさないからね。よしこれにしよう。でここはちょっと4パーだけど安全性をとってメンタルにしますか。諸星くんもいるんでね。それが負の力だってマジでよくわからん。い
やーすげえわ、一人で60くれるからね。でちょうど誰もいないんで寝ましょう。うん、結構入りましたね。神高、絶対ここでスライダーことよこしてくるよそんなもんなんだよ本当に。重い球はもう取っちゃっていいよね、大丈夫だよね。技術がマジで足らん。神高練習か。コントロールにしよう。全然コントロール練習してないけどね。先発ではあるけど、チャンスでいこう。ここは太平楽だから。スタミナ D にはしておく。球速がな、全然ないな。130とかまあしょうがない。せっかくなコントロールコツ取ったんだけどな、技術がマジで足りない。眉村一人だけだとちょっと厳しいか。お待たせいたしました。てかスバルのダークネビュラが来ないよ。ダークネビュラが、小西くん FF チャンス丸だってこいつ。いやーいいね、チャンス丸 GF そりゃ弱えわこいつ。まあミートを開いて確実に打っていきましょう。横田くん FG とか2番だからね。で諸井がね弱いんだよね。また D の E ってでね、浦賀はさすがにねいいんだよね、 CB あるから。でまあチャンスローボールヒッターと、コツも悪くない。コツっていうか得能か。5番 DF 悪球打ち。これは上がっちゃったか。もう大丈夫か、取れるだけ取ろう。もう奥田くん D ある、ダメだ。米山くん FF、 あれ打順一巡した。ちょっと待ってこれあれだな、コールドになっちゃうな。コールドになると経験点がね下がるからね、あの投げ切らないから。調子に乗りすぎた。おいダークネビラ来た、負のパワーを集めろ。今ここにダークネビラを投げる。くらえスポーンじゃねえよ コントロール練習をしていこう。ガラスのハートとかね。立川、やばい、ガラスのハートだからな、炎上する恐れがあるな。さすがにねガラスのハートはね消せないんですよね重すぎるって。打たれ強さ5あってもさ180も使うからね。ハイピンを持っておこう、これは1だけでも持っておこう。まだね2軍だったか1軍だったかどっちか忘れたけど、ガラスのハート持ちが1人いますからね、うちのチームには。韓国スバルはねわりかしね変化球キャラではね早い方に取ったんですよ。だからねガラスのハートがついてたとしても、こいつ併殺かよ。ピッチャー陣がね不足なね自分のチームには貴重な戦力だったんで。レフトへのフライ取った、ボールは中継、小西
しレフトへの1点入れたか2点入れたか、これは盗塁からか、ワンアウトだしな。いいよ、しないっす。もうこういう高校はね、ほんと援護がないっすからね。7月の4週、変化球2人いるけどさすがに無理、これはもう無理、絶対無理。さすがだね、やっぱりね、これだけ変化球キャラがいると得意練習率アップもついてるんで、だいぶ変化球稼げますね。その分他のがしょぼいんだけど、どうせだったら、あーでもシンカー7にしてもね、奪三振とかのね効果がなくなっちゃうからね。奪三振とかって確か変化球レベル上がりますよね。そうするとスライダーはじゃあ4でいいとして、3球種目を取りに行くか、 V スライダーとか。よしで、球速を上げて、完全に技術がないな。まあ、変化球をね上げるのにもわりかし技術ポイントを使うんで、これドクター K 取れないんじゃないか。太平楽先制のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー2塁シュートが入ってきたか。第2球投げた、これも入ってくる、インコース低めストライク、バッター追い込まれました。第3球を投げた、打ったに当たりだ、2塁ランナー3塁ランナー。さあそして裏側につなごう、ダイレクトフェンスに当たった、投げた、これはギリギリギリストライク、まずは見送りました。スプリットはスプリット、完全なボール球、カウントはワンボールワンストライクです。うわー、カスッとなってしまったか。大貫くん、もう1点欲しい。少し迷ったか。第3球を投げた、打った、三遊間の、おー抜けた、 OKOKOK、 さあ追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー2塁間、流し打ち、おーいいところに、追加点よく呪いに回ってくる。矢部が打ってくれてるからか。さあそして宇田が投げました、初球はストライク、まずは見送りました、投げました、だいぶずれたな、バッター追い込まれました。同期は3球目投げました、引っ張った、クリーンヒット、大変なく1点入りました。宇田がタイムリー、もう本当にね、投げました、宇田が頼みだからね。まずは内角、まあ、波動よりはいいのか、波動もね、打者かなりしょぼいっすよね。金原も別にパワー系のキャラじゃないし、水鳥もパワー系のキャラじゃないんで、そこがちょっと辛いところっすよね。もう2回は練習しようとするときついのか、どうしようかな。メンタルをして最後の練習に備えよう。ただここで負けるわけにはいかない、打って打って打ちまくる。コントロールコツ5なのにもったいないな。あれ結局クイック、おお、そうだ、臨床ポイントが足りないんだ。最後は守備練でもやりますか、せっかくだし。ここまで臨床ポイント貯めてもクイック2を取れないのか。レベル1っていうのは 30% 引きだっけ。第2球投げた、あー、しまった、危ない危ない危ない、ちょっと待って正面に行ってしまった。大貫君ね、わりかし活躍してるよね。さらに点追加、2対0、投げました、見送ってボール、ここはよく選びました、投げました、あーキャッチャー取れない、キャッチャーが取れなかったのか。投げました、3球目空振り、タイミング合いません。さあ4球目打ちました、ピッチャー返し、アウト、スリーアウト。
2点間抑えろよ。よしよしよし。さあ追加点のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー一塁二塁という場面で奥田初球を掴みました。ワンアウトランナー一塁二塁に変わります。第1球危ない球、大貫くん出てるね。打ちました。おお、超えなかったか、パワーが足んなかったか。初球から打ってった渋川、チャンスを生かしきれなかったな。大抵だ、追加点のチャンス。矢部くん、ワンアウトランナー二塁という場面で矢部。第2球投げました。これは低め、マリンボール外れてボール、カウントは2ボールノーストライク。打ったボールはライナーです。左中間へ、タイエラク1点入る。よしよし、 OKOK、 眉村に変わってるけど、やはりこのスタミナじゃなかなか投げきれないか。さて最後、コズが来てるけど、これはちょっと守備練をやりましょう。もうああそうか、円卓か、あつか円卓か、別に虹谷になる可能性両方あるのか。ここはもうチャンス行こうで、クイックトロー、タイピンも2にしておこう。あとはエピローグポイントでドクター K を取るか、勝利の星取っておこうそうか、勝利の星を取ってなかったな。勝利の星を取っておけばもうちょっと打撃が変わったかな。勝利の星って10くらい上がんの全員、パワーだかミートだか分かんないけど。早速入られてんな。よし、ここはなんとか追いつきたい。ノーアウトランナー二塁という場面で、うわ、打ちました。初球打ち取りました。ワンアウトランナー二塁に変わります。大貫くん、バッターは5番大貫、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。第2球投げました。打った流し、ファースト左へのライナー、ツーアウトランナー二塁に変わります。初球打ちました。これはヒットになります。ボールが転がる。とりあえず1点。お、まだチャンスが続く。一塁二塁という場面で、チャンスの第1打席は小西くん、流し打ち、どうだ、切れていきます。ファール、アウトロー際どい球、ボール、バッターよく見ました。カウントワンボールワンストライク、投げた、打ちました。ヒット、センターバックホーム、小西ヒットを放ちました。終わったこいつじゃマジどうにもならん。ただ絶好調だからな。第2球危ない球、アーサーの時に何とかしないと。打ちました。どうだ、ポテンにならないか。さあ同点のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー二塁という場面で、やべ、今日は三振とサードゴロ。平林くん足 S だ、超速い。何者だ走ってきたさすがだね、もろい。チャンスが続きます。もろい、今日打ってるな。ストレートは外れてもサードランナーちらってみた。2球目ストライク、今季は3球目、投げた、もろい、打った、引っ張った、ヒット、三塁ランナーホームに向かう。もろい、そして裏がツーベースヒット、大平楽、なおもチャンスが続いています。今日の裏側はあんまり活躍してないな。裏側で打った記憶がないぞ。投げた、入ってくる、減ってくんね、やっぱり。第3球を投げた、内角ストレート、バッター追い込まれました。投球これから4球目、ボール、カウントは2ボール2ストライク。さあ5球目、これは無理だ。見逃し三振、大貫くん第1球投げました、ボール大きく外れました。第2球変化球ストライク、シュートか。第3球危ない球、セカンドランナーちらっと見た、投げました、打った、ショートこれはアウト、スリー、結局2対2、おお1点入れた。同点のチャンスです。ツーアウトランナー二塁という場面で、もろい、ここまで3安打。第2球もろい、危ねえ、あれ当たってたら内野ゴロだったな。投げました、もろい、もろい強いわ、今日のもろい強いわ。つきました、3対3。第1球投げました、ボール、あれ裏は外します。第2球あれ投げました、れこれはボール、これも外します。第3球を投げ外してきよった、勝負させてもらえません。まあ今日の裏が打ててないからな。ここは歩かされます。ランナー2人を置いて迎えるランナーは大貫、そこそこ打ててる大貫くん、全然ダメだ頑張るね。
そのまんま何事もなく終わったんだけど、まあそれが太平楽の打線ということか。あれスカウトの評価全然上がってない気がするんだけど2位か。中継ぎにするか。でエピローグポイントももらってドクター K を取りましょう。ドクター K を、ドクター K 取ったらなんか他のが上げらんなそうだな。まあ一応5000は超えますね。太平楽でもクリスマスとかがねなかったのを考慮するとまあいい方なんじゃないでしょうか。ということでまずはドクター K を取ろう。ドクター K を取ってでこれ消して打たれ強さ消そう。筋力がダダ余りになるな。そうするとよ、変化球も取れないのか。170ポイントがめっちゃくちゃ余るねこれしかもいやどんだけ上げないとダメなのこれガラスのハートを消して打たれ強さを元に戻すのがあれかなそういうことね。ちょっと経験点の割り振りが微妙だけど、うわーもったいないな。もったいないけどしょうがないよね。 S1 か。 S1 だったら今の先発じゃなくて中継ぎは全然入れますね。あ、ポーカーフェイスがあるというところで、まあ今回はねしぐれちゃんの回だったんで、まあこんなもんで十分でしょう。まあ星井くんはねやっぱりガラスのハートをよこしてきますねというところでこの編成だとあれか、変化球はめっちゃ稼げるけどちょっとね技術が足りなくなっちゃうんで、そこが考えものでしたね。まあしぐれちゃん2回目でクリスマスに間に合うとかなり強いキャラができると思いますので、まあしぐれちゃん持ってる方とか、いらっしゃったらね、まあ、ぜひ使ってみてください。というところで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。